様は本日の審査を行います。各都道府県から選抜された47人の審査員の皆様です。先頭は地方大会の総括式を取ります。岐阜県消防協会副会長、藤沢省消防団若狭義行団長であります。彼の各都道府県を代表する消防団が本日の出場順に堂々と入場してまいりますのでご紹介いたします。ポンプ車の部、岩手県代表亀石町消防団、
と代表極楽まで消防団無駄川町消防団
着席ください。第12回大会ポンプ車の部優勝の長野県上田市消防団、小型ポンプの部優勝の岐阜県角又町消防団から消防庁長官に優勝旗が返還されます。優勝旗返還。今日は大変お忙しい中、内閣総理大臣代理として自治政治家、また衆議院議長の桜井先生、消防庁長官、全国消防庁会会長、地元の高秀市長もご出席いただきまして、その他たくさんの大臣をいただき、これからお礼申し上げます。日頃から皆さんは郷土のために職業を持ちながら優勝棒として防火防災のために日夜の努力をされていますことを心から感謝申し上げます。どうか本日の大会には悔いのないように余すともない技を十二分に出して競技を全うしていただきたいと思います。最後にこの大会を通じ全国の消防団がさらに一致団結して我が国1億2000万の期待に沿うようお願い申し上げまして私の挨拶をいたします。終わり。
災害は複雑で多様化いたしてまいっておりますが、諸君におかれましてはご自身の政業を犠牲にして日頃訓練をされ、また一旦ことがあれば必要をされて地域防災の中核としてご活躍されておることにつきまして、声を表し一層のご精進をお願いをする次第でございます。我々国会におきましては防災議員連盟を作っておりまして、皆様の あるいは各班の災害対策につきましてご協力申し上げておいたところでございます。本日は日頃の訓練の後を遺憾なく発揮されまして、成績を上げてお帰りになることをお期待いたします。消防団の皆様方のご研修と一層のご発展をお願いいたしまして、私のご挨拶といたします。本日ここに全国消防団の成員が集い、第13回全国消防総合大会が盛大に起行されるにあたり、一言お祝いの言葉を申し上げます。皆様方は火災時の消火活動はもとより、地震風水害なども大規模災害時においても住民生活の安全を守るために極めて大きな役割を果たされており、それぞれの地域に密着する消防団に対する住民の期待は計り知れないものがあります。この住民の信頼と期待に応えるためには、広く消防関係者の英知を結集し、諸問題の解決に積極的に取り組んでいくことと合わせ、消防技術や知識の向上を図ることが重要であることは改めて申し上げるまでもありません。本日のこの大会にご出場の各位は、全国の各都道府県から選ばれた栄誉ある代表であり、ぜひとも日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮され、総合技術の向上と士気の向上を一層図られるよう希望いたします。最後に、多忙なお仕事に携わる傍ら、郷土愛護の精神に基づき日夜献身的な活動をいただいておりますご老婦に対し深く感謝申し上げますとともに、皆様方のご健勝と全国消防団のますますのご発展を記念いたしまして、お祝いの言葉といたします。平成4年10月14日消防庁長官佐野大臣を、ありがとうございました。
本日ここに第13回全国消防総合大会が開催されるにあたり、全国の消防庁を代表いたしまして一番お祝いを申し上げます。本日は各都道府県から選抜された47体の精鋭が一堂に会し、各も盛大に本大会が開催されますことは誠に意義深いことであり、心からお祝い申し上げます。また本日大会に出場されます皆様は、長期にわたり訓練を重ねられた方々であります。この間におけるご老婦に対し中心より敬意を表しますとともに、陰から支えてこられました同僚、ご家族の皆様方にも心から感謝を申し上げます。さて、全国各地で火災が求める風水害の自然災害と各種災害が発生しております。中でも先般の台風第10号は西日本の各地に多大な被害をもたらしたところであります。皆様にはこれらの災害対応をはじめ、地域の防火防災活動に多くのご尽力をいただいているところであり、ここに改めてお礼を申し上げます。全国の消防庁は今後とも消防団との連携をさらに強化し、安全な地域社会の実現を目指して最大限の努力を続けてまいる所存であります。皆様におかれましても消防活動技術の向上に努められ、地域住民の負託に応えるよう引き続きご活躍を期待いたします。本日はこれまでの訓練成果を遺憾なく発揮され、日頃の実力を存分にご披露いただきたいと存じます。終わりになりましたが、本大会の成功と財団法人日本消防協会のますますのご隆盛、並びにご参加皆様のご健勝を記念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。平成年10月14日全国消防協会会長鹿島由美。本日第13回全国消防総合大会が全国各地から多数の消防団員並びに関係者の皆様ご参加のもとにこの横浜で開催されますことは誠に光栄であり、327万横浜市民とともに心から歓迎を申し上げます。横浜は1859年の開港以来、西洋の近代文明の取り入れの基礎とも、また日本の経済文化を諸外国に紹介する橋渡し役として時代の変遷とともに大きな役割を果たしてまいりました。そして21世紀を目前に控えた今、心豊かに生き生きと暮らせる町づくりを目指して日々着実に前進していけるよう、先見性を持って幅広く施策の展開を図っております。特に近年の急激な社会経済情勢の変化によって新たな政策課題等も生じていることから、
不良の課題を長期的な視点から捉え、現在及び将来の市民が安全で安心して暮らせる市民生活を実現するためのシールとなる2012年をもってとする新総合計画を広く市民参加を得ながら策定作業を進めているところであります。また防災面におきましては、市民生活の安全を確保するため、災害に強い焼き作りを最優先とした市民総ぐるみの防災体制づくりにきめ細かくかつ積極的に取り組んでいく必要があります。もとより災害は時を問わず場所を選ばず発生いたしますので、日頃からしっかりとした備えをすることが大変重要であります。このような中で消防団員の皆様が地域防災のために日夜献身的な努力をされ、大変な活躍をされていることに対し、心から敬意を表するとともに、今後とも大いに期待しているところであります。本日各都道府県から選び抜かれた優秀な消防団員の皆様方が一堂に会され、その技を競うことは誠に意義深いことと思います。どうか選手の皆様方には日頃現場された技術を十分に発揮されますようお願い申し上げ、歓迎の言葉といたします。どうぞ参議院議員福部公隆殿、衆議院の森喜朗殿、佐藤殿、参議院議員国宮万殿、旭川市消防庁佐藤勝嗣殿、全国消防庁会九州支部長結城助任殿、北九州市消防局長堤輝正殿、以上で祝電のご紹介を終わりといたします。続きまして、本大会の審査長であります御滝消防大学校長から競技場の注意をお願いいたします。指導都道府県を代表して出場された各消防隊の皆様方、誠にご苦労様でございます。本大会を期して重ねられたこれまでの訓練の成果と、各都道府県大会を勝ち抜いてこられた実力を思う存分発揮していただきたいと考えます。審査はポンプ車、小型ポンプのブートの消防操法の基準、並びに消防訓練令式の基準によるほか、消防操法実施要領に基づいて行うことといたしますが、しかる注意点として、指揮応戦して技術が取れているかどうか、行動動作が迅速であるか否か、操作は的確であるか否か、使用機械器具に精通し、これらを愛護しているか否か、各隊員の安全に十分配慮しているか否か、これらの諸点について厳正公平に審査を行います。それでは皆様方のご検討を願います。以上、全国の選手を代表いたしまして、長野県茅野市消防団矢崎桃の団員が宣誓を行います。
安山我们来自自动化本愛会に能府県代表として出場できたことを思い入れない名誉とし双方実施にあたってはこの名誉を傷つけることなく攻防精神を深く認識し世論の訓練成果を遺憾なく発揮することを誓います。平成4年10月14日選手代表長野県日野市消防団班長矢崎五番
第3号の総合大会をお知らせいたします。小型ボンプの大阪府代表、イカラ商業砲弾45秒30。
Yeah!
第1回目の各隊
Thank you.
Please! Please!
救済隊員が無事を通行ください。なんとか取れそうですね。雑音で聞こえるみたいですね。
愛知県の撮ってますけど、愛知県の撮ってるでしょ。愛知県の撮ってます。愛知県の方がいいんですか。愛知県の撮ってます。なんで聞こえるんだかな。
雨に見舞われ、特に後半雨足の強まる中、滑りやすい状況にもかかわらず、雨にも負けず、転倒をものともせず、指揮旺盛にして終始迅速果敢に行動された皆様の消防精神に対し、心からなる敬意を表したいと思います。各隊とも各都道府県の代表、各都道府県を代表するに至る実力と日頃の訓練の成果を見事に発揮し、迅速機敏かつ的確に行動され、チームワークもよく取れ、安全面への配慮も十分なものが見られました。終始雨の中ご観戦をいただいた応援団の皆様方にも厚く御礼申し上げたいと思いますが、熱心な応援のもと、いずれ劣らぬ見事な双方の展開がなされたと思います。審査員団一同厳正公平に指示をいたした結果を次の通り発表いたします。まず、ポンプ車の奥であります。優勝、岩手県金井地町消防団。準優勝、山口県小道町消防団。岡山県長崎町消防団。並びに、兵庫県神崎町消防団。優良賞、大分県小木町消防団、広島県府中市消防団、岐阜県古川町消防団、島根県市原町消防団、青森県八戸市消防団、並びに新潟県小千谷市消防団であります。次に小型ポンプの部でありますが、優勝、高知県野呂町消防団。準優勝、福岡県福岡市東消防団斉藤崎分団。熊本県逸話町消防団、並びに山梨県八田村消防団。優良賞、長野県茅野市消防団、北海道弟子屈消防団、長崎県諫早市消防団、和歌山県
那智勝浦町消防団、神奈川県戸塚消防団、並びに茨城県龍ケ崎市消防団であります。誠におめでとうございました。以上。両家岸野優勝、岩手県種市市消防団、優勝、高知県日野町消防団、岩手優勝です。本部車道部優勝、岩手県種市町
第13回全国消防操法大会において王様の成績を収めました。よって優勝旗を用意し、これを表彰する。平成4年13月14日日本消防協会会長長川良一。会長長川良一。会長、長川良一。
感謝状、宮城県広松富士消防隊以下どうも。これより閉会式を行います。第13回全国総合総合大会を記念して万歳三唱を行います。ご発声を神奈川県総合協会長野会長にお願いいたします。ご来賓の皆様、会場の皆様、ご起立の上ご唱和をお願いいたします。ご指名をいただきましたので万歳の運動を調査していただきます。日本消防協会のますますの発展と全国消防団の皆様のさらなるご活躍を記念して万歳をいただきたいと思います。ご唱和をお願いします。日本消防協会並み全国消防団万歳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 。皆さんのご健闘を心より讃えますとともに、本大会の運営に大変ご尽力を賜りました。地元の戸塚、泉、栄の各消防団をはじめ大会関係者各位並びに特別参加いたしました。そして近所を花を添えていただきました。安城篠巻漁師の個人消防隊並びに全国県消防学校よりご参集の審査員の先生方、心より厚く新人なる敬意と感謝の意を表させていただきます。ありがとうございます。どうか選手の皆さん方は地域防災の中核とされ、今後の消防団の一層の発展のため、はたまた
地域社会の発展のためにますますのご精進ご活躍を心よりお祈り申し上げまして、特に第13回全国消防総合大会の閉会を宣言いたします。以上、水路第13回全国消防操法大会を終了いたします。ご覧ください。なお、特定機などとドリームランドなどの未成功のバスが消防を出たところに準備してありますので、ご利用ください。